東吉郎がうるさいから来たけど、大したよ。私はこの辺りを。何よ、まだこんなとこ。あなた一人じゃ頼る。言っておくけど。
Oma? Le.
終わりはここ美濃から南に下ったとこにある。織田家の国だ。当初は信長様、最近勢力を伸ばしている新鋭の若い大名らしい。しかしな、この信長様はうつけだって噂もある。まあどっちにしろ 道山様が娘を預けるほどの男だ。物怖じしても始まらん。行こう秀の字。 美濃より落ち延びてまいりました商人の藤吉郎と申します。隣は仲間の秀の秀千代。この度は拝謁をお許しください。誠に恐悦にございます。うぬは半妖か。よく顔を見せよ。 初めて見る光じゃ。面白い。お主ら二人、今日からこの信長の客となれ。お別れ感謝いたします。おい、うん、して父の最後はいかようであった。 マムシらしゅう毒をまき散らし、立派に行かれたのであろうな。いらっしゃい。
またど この信長に命を預けよ。狙うは敵の大将吉本の首。続け。 織田について早々でかい。このや。 おいおい、どうしたんだ？なんだ？なんだ？人がせっかく心配してやってんのに、尻尾巻いて逃げてくんなよ！
どうせ死ぬなら、また今川に挑んだ方がマシだったか。
お頭は一体どうしちまったんだ。 我らに勝てると思うておるのか。 このままでは王だが。 また魚が一匹増えたようじゃ。田舎侍、刺身にしてやる。
ヨンが血を分けた兄を殺し、手に入れた当主の座は幻か。 寸炎三に栄えしよくやむ。世の亡き後は盟友らの草刈り場となり果てよう。うつけ信長に伝えよ。新しき世の先駆けとなれ。 吉本ってのは東海道一の大物なんだ。聞こえるか？四万の軍勢が逃げてくぞ。マムシ殿が目をかけた理由はこれであるか。
暖かい。藤吉郎、表情へ急ぎなさい。氷のような女だな。ご活躍だと聞いています。兄をよろしくお支えください。